はい、こんにちは。今日も心理学のお話をしていきます。やる気を出す全身の法則ということでお話をしていきます。とにかく人間って嘘でもいいから前に進んでいるなっていう感覚を持つっていうことが大事だっていう、こうそういうテーマで話をしていきます。まあ、結局ですね、やる気を出すのに一番大事なのっていうのは、日々成長を感じることができているかとか、前に進むことができているかっていう、その感覚が大事になってくるんですね。で、自分にとって例えば仕事なんかでも意味のある仕事ができているのかっていうのを感じながら仕事ができている人の方が、たくさんの給料をもらっているとか、重要な仕事を任せれているとかっていうよりも、それよりも、この仕事が意味のあるものなんだとか、これがお客さんの役に立ってるとかっていう感覚を得られている方が、より仕事に精を出してモチベーションを上げて取り組む傾向が高かったっていうことが言えてるんですね。それが全身の法則っていうふうに言われてるんですけれども、やっぱりズバ抜けてパワフルで、でかつですね、職場の活気が高いっていうのは、日々成果を上げることができているとか、前進することができている職場だっていうふうに言われてます。身近な例で、僕も1年もっと前かな、1年とかそのくらい前に出した動画なんかで、1つの実験で参加者を2つのグループに分けて、1つはコーヒーを10杯買えば無料で1杯サービスしますよっていうスタンプカードを渡したグループと、もう1つはコーヒーを12杯買えば無料で1杯サービスしますよっていうか、書かれたスタンプカードを渡すんですね。ただし、こっちのスタンプカードに関してはすでに2つのスタンプが押してあるということ、押してあるカードを渡したというところです。で、どっちも結局10杯のコーヒーを買わないといけないんですけど、12杯コーヒーを頼まないと無料サービスにならないっていうグループの方が、スタンプのたまるスピードが早かったりとか、スタンプを押しに来る継続率っていうのが高かったという結果が出てるんですね。だから、本当は前に進んでいなくても、初めから前進しているっていう感覚を味わうことができるかどうかっていうのが、モチベーションとか行動力につながっていくっていうことが言えたりするんですね。ところが、ここがちょっとギャップだったりするんですけど、現場の人間に関しては、その1000円でも2000円でも売れるっていう、営業だったら売れるとか、1つでも2つでもプログラミングできるっていう方にモチベーションを感じるんですけれども、その経営者はじめ管理職の人たちっていうのは、いや、金さえ払っときゃモチベーション上がるんだろうって思っている傾向が高かったっていうことだったんで、このあたりのギャップっていうのが、こうなかなかね、人間の行動力とかモチベーションっていうのを生んでくれない原因になっているんじゃないかなと思うんですよね。で、金さえ払っときゃいいじゃねえかっていうのを、実は 95% くらいの管理職や経営者の方が話してるみたいなんですけど、にもかかわらず安月給で働かされてる傾向って結構高いですね。僕なんか今の3倍はもらってもいいんじゃないかな、なんて個人的にはね、大きな声では言えないですけれども、欲しいと思うんですけどね。そんなところです。前進感、前に進んでいるっていう感覚を出すためには、小さな勝利を持ち続けることが大事だっていうことなんですね。実は小さな勝利って一体何かっていうと、1日単位でいいから、自分がこれができたな、あれができたなっていうものを、記録をつけたりとか、感覚として持つっていうことが大事だということです。だから、さっきも言ったように、例えば仕事で営業している人とか、ショップの店員とかやってる人だったら、100円でも200円でも1000円でも2000円でも1日コツ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 売れるっていうことが大事ですし、勉強でも1日1ページ進めるとか、読書でも1日1冊、1冊は多い、1日1章読むだとか、そういうことだけでもいいんですよ。で、昨日よりも今日の自分の方が知識が蓄えてるとか、今日の自分よりも明日の自分の方が売れている自分だなとか、そういう感覚を持つことができれば、モチベーションより高まっていくっていうことなんですね。具体的にこういうことやったらいいよっていう例も実は出てまして、あった具体的な方策っていうのも出てまして、1日最低20分は自分にとって重要な作業をする時間を持ちましょうと。だから自分の人生とか仕事においてこういうことをやっておくことが大事だなっていうものをやっていきましょうということですね。例えば僕だったら、僕は営業を、バリバリの営業をやってますんで、営業で確実にお客さんから注文をもらうためには、そのお客さんのことを徹底的に調べ上げるっていう時間を20分取ると。年商はいくらで、従業員は何人で、今どんな課題を持っていて、課題に対してどういうものを求めているのかっていうことを、これをぶつけていこうっていうのを、プランを3つ4つ用意するとかっていうのに20分の時間を使うとか、そういうことが大事になってくるよっていうことなんですね。で、それからもう一つが、どんな小さなことでもいいから、自分の前進した記録っていうのをノートでもいいからつけていきましょうということです。だから例えばダイエットをしている人なんかでも、なんかカレンダーみたいなものを作って、で、体重をちょっとずつ書いていくんですよ。で、100g 単位でいいから、100g 痩せてったとか、200g 痩せてったとかっていうのを書いていって、あ、
1週間経ってみたらトータルで1キロ痩せてるなとかっていう風な記録さえつけることができれば OK ということなんですね。だって1キロ痩せたっていう結果が出てるってことは、1週間前と比べた時に自分がどれだけ成長できているんで、どれだけ前進することができているんだっていう、こうそういうことが見ることができるっていうことですので、ぜひですねそういう方法をやってみていただけたらと思います。で、あの筋トレとかだったら、あの腕立てやった回数とかスクワットやった回数とかっていうのを記録していくと、自分はこんだけの回数やってきたんだなと、あ、1ヶ月前と比べたら10回も多くできるようになっているとか、そういう記録をつけていくことによって、結果的に前進しているっていう感覚を味わって、モチベーションが高まって、さらに行動力も上がっていくという結果になります。ですから皆さんが年始からいろいろコツコツと、ああいうことやりたいな、こういうことやりたいなっていう目標を立てている中で、それを達成していくためには、やっぱりちょっとでいいからでっかいゴールにいきなりたどり着くっていうことは当然難しい話なんで、そのコツ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 細分化していった小さなゴールや小さな目標っていうのを達成していくために、どういう成長してきたのかな、どういう前進をしてきたのかなっていうことを振り返れるようなものをぜひ組み立ててやっていただけると、モチベーションは維持されると、モチベーション維持されるっていうことは結局行動力につながっていくというお話になりますので、ぜひそういうやり方でやってみていただけたらというふうに思います。で、その部分に関してのやり方とか、どういう組み立て方をしたらいいですかっていうご相談がある場合は、 YouTube のコメント欄とか、それから Twitter の DM の方に流していただいたら、真摯にお答えさせていただけたらというふうに思っております。ということで、本日も動画以上とさせていただきます。明日はですね、ちょっとこれまでと全然違うですね、ちょっとまあぜひですね、あの皆さんに紹介したいと、こういう動画を流そうと思っておりますので、31日大晦日に皆さんにプレゼントとしての動画を流せたらと思ってますので、ぜひご覧いただけたらというふうに思います。ということで、本日も最後まで動画ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。